はい、私が来たってな感じでやっていくわけだけどもね。はい、対戦ね。少年少女元気か？トゥルッと入りましたな。それはもう疲れましたから。疲れてないっつーの。というわけでまあ前回はキャラクターをカスタマイズをしたので、はい、そのカスタマイズしたキャラクターを使って対戦、まあ、実戦をしてみたいと思います。もう浅さん初心者なんで。そうなんです。僕初プレイとはいえゲームはそこそこ慣れてるので、まあね、完璧なとはいえ、ね、色々まあイベントで遊ばせてもらったりしたいんで、まあ、経験値で言うと僕、うん、センスで言うと宮崎という努力で勝ちたいということで早速やってみましょう。はいはい、じゃあ早速フリーバトルですね。はい、行きましょう。前の動画でカスタマイズしたキャラクターを使って反応できるということ。おお、来た。ミネタスタイル。ミネタ、もう一回これでいきますよ。来たー。もう別キャラですね、これ。全然キャラ違う。これサイドキックはもう好きなので。好きなので、なんか。はい。つゆちゃん。おお。場所はどうしましょうか。市街地、市街地、市街地の昼行きましょう。はい、行きましょう。おお、でも、おでも、おい。わ、なんかいや。レベルの違いを教えて。かっこいいな。この風戦士すごい。ミネタがすごい、もう。ミネタがすごい。多い。僕これ、さっき浅田さんがノーマルモードで、僕マニュアルにしてみたんですけど、はい、マニュアルだと、今日はここまで。近くで投げ出せると、はい、でノーマルだと自動的にすごいすごいすごい。キックボタンが個性、はい、おでこうなんか投稿機入力しながらで少し技が変化するで丸ボタンもこれも違う個性ですね。これが個性ですね。そうですよ。これがカウンター攻撃ですね。なんか攻撃を受け止めて、攻撃できるとこれか。あ、ウォールラッシュ。あ、これは。ウォールラッシュ。壁に。広い。広い。こんだけライフ減ってるところで。消えますか？あ、凝った。まずい。あ、まずい。また。あ、これがウォールラッシュチャンスってやつですね。これがガード、これがガード風の攻撃。ガードをしながら。ほうほうほう。カウンターとガードを使うと相手が反撃結構ガシガシ来たらカウンター使って、うん、ガード固めたらガード来た。俺だってなるほど。で、腕を出してこう逃げ回りつつ宇宙で出してみる。空中でガード。さて、撃てばいいですか。攻めてきてくださいよ。さあ、ここでサイドキック使って。おお、つゆちゃん、スーちゃんは自キャラを飛ばすことができる。あ、すごいな。今無線に行ったんです。あっ、これは何だ。あ、ちょっと今使いどころが。フルスウルトラ技使ってください。わかりました。これでフルスウルトラを、あ、これ3本消費なんですね。これ見てみたい。何ですか。考えが、はい、使わずに戦いますか。はい、うわおお。あ、やばい。これは今ガードブレイク。あ、ガードしすぎるとあのこの、そうですね、ゲージの負荷減ってって裏できちゃって。あ、本当だ、ガンナー危ない危ない。おお、あ、これガードブレイクしやすい、しやすい。このなんかこうレーザービーム、レーザービームかな。おお、こんな感じで。あった。普通にあとはノーマルモードなので仕掛けだけでガンガンできると。あ、ガンガン攻めてくれてるにはね、カウンター技。あ、ちょっとサイドキックで固めると。あ、来た。俺の交互に通過する。あ、いけたいけた。おー、あ、まずい。おー、できましたコンボ。消えるでしたら。うわー、そうですね。あ、3本溜まった。簡単なことだったんだ。お、本当だ。3本溜まるとフルスウルトラオールという超必殺技が。え、お、来た。お、サイドキックと、お、これいいですね、このカットイン。あ、サイドキックと合わせて同時攻撃。うわぁ、強い。これ空中で三角ちょっとやってみよう。燃えろ。あ、ちょっと遠い、遠い。お、来た、来た。当たるかな。あ、おお、うわ、
わすごい、めちゃめちゃ減る、めっちゃ減る、厳しい、いいな、一発逆転されるな、もうちょい、いや、これ強いですね。なるほど、想像して結構固めてくる感じですね。八百万は天敵戦績ですわ、普通にかっこいい、お、ちょうど原作で見ました、プリセット機能、なるほど、次はリングアウトありにしますか、しますか、しますか、リングアウトだと場外に飛ばされて着地しちゃうとこの時点で負けと、おじちゃん大丈夫かな、大丈夫か、でも大丈夫そうだった、おじちゃん大丈夫、お、醜くも抗うか、校長、校長、校長目立ったな、どんな技使えるの、うわうわ、まずいまずいまずい、まずい、これリングアウトできるんだ、まずいまずい、まずいまずい、ちょっと待って、ちょっと待って、まずいって、おい待って、ちょっと待って、こういう感じでやればいいですか、あー、おなるほど、これ相性悪いな、なんかこう狙っとるのが敵を追っかけてると可愛いですよね、ついてくる、本当だ、ちょっと待ってみたいな、ちょっと待ってって、何を追いかけることだな、めっちゃ早い、よっしゃ、なめるか、うわー、まずい、これはまずい、まだまだ、おー危ねえ、危ない、おもう、うわひどいよ、ひどいよ、もうこれが正しいあれですね、まあそうですね、これリングアウトゲスト、そう、ちょっとあっさり終わっちゃったんで、もう一回これで、ちょっともう一回もの、もう一回もの、プルスのトロワザ見たいです、見たいですね、よし、あー、僕はこの本見てますよ、ステージを選べ、これお、ここ原作でも僕一応ボール巻いていますんで一応再現できてますよ、息だけか、逃げていいかな、押してる、おおかくるっと、どいてみろ、押して捨ててくれ、あ、まずい、あぶねー、あ、うまい、あ、しまった、あ、かっこいい、結構あっさり負けましたね、かっこいいですね、この KO、ちょうどいい、やばい、ガードブレイクされた、そんな方じゃないっすよ、もうちょっと小手を出しますね、はい、最適、あー、しまった、耳が、あ、そう、今、ジローの最適だ、反応できるか、あー、あー、うわぁ、阻止された、なるほど、ああやって使うんですね、食らってる間にサイドキックを使って相手のボールを取る、いい止まりましたよ、うわぁ丸ですね、来た、一応コンボでも繋げられるんですね、お、お、来た、うわ、やばい、筋骨バネか、瞬発力かける4、努力増強かける3、増殖、肥大化、秒、エアウォーク、総骨、君を殴る、うわ、お、来た、どうせは楽しいな、気づいたか、と、は、間に合わんぞ、急げてきた、うお、うまい、どうですか、このオールマイクと僕の、うまい、連携、あー、なんか勝つな、うわー、距離取られるのも本当やだな、うわー、逃げられない、クルクルクスに回り詰めるの早いんですよ、うわー、何も出来やしない、うわー、もううわぁ、ひどいや、かゆいな、おぉ、うわぁ、まずい、まずいぜ、うわぁ、待ってくれ、飛ばすよ、さぁ、これなんだ、うわぁ、うちだけど、総裁されたマジーナ、柔軟に、とどまらない、鬼ならはどうかな、
あー、しまった。スキルだけですね、外すと。そうなんですよ。おー、直で。おー、意外と普通に終わった。普通に終わっちゃった。普通に終わったわ。コマンドを間違えました。普通に勝っちゃいましたね。ちょっとほぼ無言でやっちゃいましたけど。やっぱ宮崎の場を見て思ったのはマニュアルモードを使いこなせると楽しいんだろうな、うん、なんか面白いです。あのコンボつなげたりとか L1 でそうですね、キャンセルして。僕はあのまだどこの派生でどうコンボできるかは理解してないんですけど、はいはい、それを調べていくのが楽しそうだなと思ったんで、うん、そういうのもっと探っていきたいなと、ね、どん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 つなげていけるかもしれないですからね、うん、ちょっと慣れてきたらマニュアルモードで遊んでみると良さそうですね。はいはいはい、大さんありがとうございました。はい、あれなんかあんまり元気が。まあでもな、これ練習すればね、どんどん伸びるかもしれないですね、はい、僕もマニュアルモードを使いこなせるようになればきっと、はい、あとはガードフの技とカウンター技の組み合わせと、はい、あとサイドキックの出しどころを練習すると息もつかせぬ攻撃ができるんじゃないかと思いました、はい、駆け引きがあって、はい、もう最初にゲージ使っちゃうか後半に取っといて大技で逆転を狙うかっていうところもありますし、対戦アクションはそこそこやっているんですけども、普通に面白いって思いました。そうですね、コンボがどんどんつながっていくんで、まあ、ということで、まあ、ヒロアカならではの対戦アクションを楽しめる僕のヒーローアカデミアワンズジャスティスは8月の23日発売ということで、はい、もうすぐですね、もうすぐなのでお楽しみください、はい、ってな感じで、最後に一言皆さんご唱和ください、はい、せーの、お疲れ様でした。そこはプルスロータルでしょ。